世界大会なんです。その前に日本代表で吉松久美さんという方がいらっしゃって、その方の日本代表の時の私は身になったんで、国際大会出るので、衣装をナショナルコスチュームを作ってほしい。普通ミスインターナショナル、皆さん最後にナショナルコスチュームってオフリソで出てきて、もう大体決まってるわけですよ。赤いオフリソでみたいな。でそうだそうだ、私も着物の仕事してますが、そうじゃなくて、やっぱり日本ってもっとすごいよというのを見せたい。で、花札の中の桜を私イメージして衣装を作ったんですね。というのもですね、実は1年前私がまだミスジャパンで世界一を目指している頃、群馬県に足を運んでですね、原田さんの工場を見学していたんです。はい。そしてもうここにいらっしゃる、もう世界の越野純子先生にこの素晴らしいナショナルコスチュームを手掛けていただいて、世界大会に挑み、世界ナンバーワンになって今に至るわけですが、はい、ありがとうございます。すごいですよ。これはもう皆さんスタッフも全然知らなくて、こっそり、ね、そう来てくださって、はい、もうすぐ来なきゃいけないんですけど本当にありがとうございます。はい、ちょっとこれからの抱負というか、はい、どんなふうな活動を世界一になって、はい、やりたいんですか、やれるんですか。ミスインターナショナル世界一っていうのはですね、実は私は もちろんそれは一つの夢でした。でも今となってはそれはゴールではなくて、もう通過点です。もうミスインターナショナルグランプリに通った時からまた初心に戻って、そこからがまた私のスタートだと思っています。そして前々からやりたかった子供の教育について、今着々と自分の道を切り開いているところです。私は新しい子ども教育システムを開発しました。その名前がですね、 GSDN、 社会はもうグローバル化がどん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 進んでいます。子どもというのはもう日本の将来そのものだと私は思っているので、日本の未来がですね、もっともっと光り輝く将来であるように、インターネットを通じて日本の子どもと海の向こうにいる世界の子どもをつないで授業をやっています。そこでいろいろ子どもたちは会話をしたり、平和教育を一緒にして、ものすごい反響を今もらっているところです。子どもたちが英語に対する、外国語に対するモチベーションが上がったりですとか、世界平和に対する思いは海を越えて、肌の色が違う子どもでも、目の色が違う子どもでも、宗教が違う子どもたちでも、みんな世界平和って思っていることは一つなんだということを学んでくれたりしています。あともう一つ、ミスインターナショナルになると同時に私は女性のオピニオンリーダーとなりました。ある日突然大臣から呼び出されました。
なんかなと思って、もうすごくドキドキして大臣室に行くと、そこには少子化対策の大臣、森大臣がいました。そして私に、郁美さん、あなたの意見をこれからの日本、そして少子化問題に反映してちょうだいと言われ、今私は内閣府主催の少子化危機突破タスクフォースのメンバーの一員でもあります。そういった活動を日々世界中でやっています。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう一度、お願いします。私の実況